Yeah.
オープニング長えよ5分あったよオープニング。はい、明けましておめでとうございます。2週間遅れで、いやー、だいぶバタバタして、ちょっとだいぶバタバタしてできなかったけど、ちょっとなんだろう、丸さんがこうお年を召して老衰で年明けにお亡くなりになってしまったので、まるさんうわーん、ちょっとまるさんのツイート配信じゃないけど、ちょっと今年1本目は狼やっていこう。あー、これ10年前に1回クリアしてんのよ。10年ぶりだから全然覚えてなくて。あー、コントローラー、これとりあえずプレステ5だけど丸が欠点になってんのか、めんどくさいな。もうこの未だに操作がわからない。そう、10年前にやってるので、トロフィーはもう、プラチナまで取ってあります。なのでちょっとまあストーリーを楽しもうよみたいな。カメラ操作は全部反転だな。フィルター、わかんない。サウンド、まあまあストーリーを楽しもうよってやつよ今回は。よし、じゃあ早速違う、セーブがない。ちょっと待って、最初から。ああ、操作とか全然覚えてないよ、10年ぶりってなると。読む。昔々あるところに神木村という名の小さな村があったとさ。そこは美しい桜の木々に。いい、どうするこれ、飛ばす。さっき見たしのオープニングで。ここはいいな、飛ばそう。さっきオープニングで見た。でボイスもなしでええじゃろ。フルボイスやめようよ、喋ってくれるもん。もうわわわ、こう狼の世界の言葉で喋ってくれるじゃん、こうやって。喋らんでええじゃろ。とりあえずここは飛ばします。さっきオープニングで見たので。
わあ、もう横から見たらちょっとマルさんそっくりだな、これ。マルさん、もっと細いか。アマテラスって何の神様か、ところで。何？太陽神、ラー的なあれ？アマテラス、アマテラスじゃない、太陽神だ。キツネ信仰だ。そもそもヤマタノオロチって何の話だっけ、これ。日本神話だっけ。さっきと違わない？これオープニングと。こんなオープニングだったっけ？あ、一緒か。で、ここでイザナギだったかが来るんだって。何回ここ見せられるんだって話をな、さっきオープニングで見て、もういいよね。ここまでがオープニングな。ところが物語はここでは終わらん。実はこのお話には誰も知らない続きがあるのじゃ。知らぬ伊藤イザナギの活躍から100年の月日が過ぎた頃じゃった。それはあっという間の出来事で、村人は誰一人気づかなんだそうな。いいな、喋っていきゃいいか今回も。言語が違うもんな。これがあのヤマタノオロチを封じた伝説の宝剣つくよみか。バカバカしい。どうせそんなものは作り話に決まっておる。プレステ4版です。力を求める者よ、よくぞ忌々しき戒めを解いてくれた。闇の世界を欲す、その誓いの言葉を今こそ我に報ずるのだ。プレステ4版で思い出したけど、ちょっと待って、これ
トロフィーどうなってんだ。ちょっと待ってね、トロフィーどうなってんのこれ。オオカミってこれイーストどの辺だったっけ。あったあったあった、ああこれはもう完全にじゃあプレステ4版とプレステ3版ってもうあの統一されちゃってるんだ。じゃああれだ、このゼロみたいに、うん、ゼロみたいに両方取れ、プレステ4版プレステ5版コンプとかしなくていいんだこれは。でもね、プレステ3でトロコンしてたらもういいみたいね、じゃあ。いいみたいです。このゼロみたいに分かれないみたいだわ。ちゃんとプレステ4、ん？どういうシステムなのか全然分かんないわ。だって、なんだろう。ノーマンズスカイとか、プレステ5版とプレステ4版2つに分かれてるし。対馬、ゴースト・オブ・対馬、対馬もプレステ4でやってたのとディレクターズカット買ってきたらまた増えたし、どシステムが全然わかんないな、トロフィーの。突然国中を襲った悲劇。ジャガーたった一つだけ魔物の呪いを逃れた村があった。ご神木に守られた小さな集落神木村。本当のお話はここから始まるのじゃ。昨夜姫いたな。あはな、恐ろしや。まるで古の伝承のごとき怪しき有様。どうしてこのようなことに。ともかくことは一刻を争います。100年余り我が身を尽くして前より守りしこの神の器、ついに主のもとへと返す時が来ました。いざアマテル、アマテル神よ、今こそその力でダクセをあまねく照らし我らに神明のお導きを授けたまえ。ハマルさん雑種丸十郎。お、その汚れなき純白のご法要はまさしく我らが地母に増します。丸さん、丸十郎、100年の昔その神明を投げ打って強大な魔の者を退治しこの国を救いたもうた。その威風、いささかも変わりありませぬ。石像に身をやつして時を経ながらよくぞお戻りになりました。ぐす、ううと、ともかくアマテラスオオカミ、いや丸十郎、この竹に来る雲の様をご覧遊ばされよ。あなたがお隠れになった後、世にはもののけがはびこり、この緑美しき国中津国を乱しておりました。しかれどもこれほど不吉な有様は見たことがありませぬ。どうかあなたの通力で闇を払い、悪しき者どもを成敗したまい。そしておや、これは何ぞ。急に懐がこそばゆく。ほほ、うふふ、あはははは、あは、
今のは一体はは。お前は一寸じゃなかったか。これポケモンみたいな似ててひでえことしやがんな。大した体でもねえのにギャーギャー騒ぎやがって。クソ難しい話してやるから面白くしてやったんだろう。これ玉虫や。お前また私の懐で昼寝を。おいらを虫けら扱いすんなっていつも言ってんだろう。おいらは全国行脚の旅絵師一寸様だい。さすらいの絵師一寸、俺その眼を開いておいらの名筆を解くと拝みな。なんだろう、あの鉄棒ぬらぬら先生みたいな。どうだい、本物より可愛く描けてるだろう。おい、この不景気な面した毛むくじゃら。おや、このとぼけ顔どこかで見覚えがあるような。そうだ、お前あの知らぬ身の像にそっくりじゃ。うえ、何しやがんで。この野郎、大和の子をよだれでベトベトにしやがったな。おのれ、この一寸様を舐めるやつは許せねえ。こうなったらおいらの獲物名刀電光丸で。なんだあのうなり声は。それによく見りゃ夜みたいに真っ暗じゃねえか。アマテラスオオカミ、私の儚き力ではこの神木村を救うのが精一杯でした。村の生きとし生ける魂は我が果実のうちに守りたれば。これを切り落とし村をよみがえらせたまえ。狼たるあなたなら必ずや正しき道を見出し、その神業で天地万有を せいせい回復し保うことでしょう。なんだい、もう元の神木の姿に戻っちまうのかい。それにしても昨夜の姉ちゃんおかしなこと言ってたな。村の魂を果実の中に守ったとか。あの身だな、切り落とせば村がよみがえるって姉ちゃんが言ってたのは。でもあの高さじゃ何か特別な力でもない限りどうやっても届かないぜ。そんなことよりどうしてこんなに真っ暗なんだ。おいらが昼寝してる間に一体何があったんだよ。なんか結局さ、フルボイスやっちゃってるっていうこのね、いやこれ普通にさ、ゲーム内でちゃんと日本語とか喋ってくれるんなら読まなくていいけどさ、読んじゃうよね。でどうすんだっけ。丸で吠える、バツで飛ぶ、四角で攻撃、三角で穴を掘る。つづらおって誰だっけ。つづらおって誰だ。調べる。ずいぶん高いところに身をつけたな。あれじゃ何か特別な力でもない限りどうやっても届かないぜ。が追って誰だっけ、まだだっけ。とりあえずあれまだか。これ抜けるんだっけ、違ったっけ。どこだいここは。あは、あったね、あったあった。今度は急に静かになっちまったけど、村にこんな場所あったっけ。ともかくここは用心していこうぜ。例えば右スティックでぐるっとあたりを見回すとか、 L1 で視点を変えるとか、まあいろいろやってみてよ。なんかお前ポケットしてるから心配なんだよな。うん、わあこれちょっと待って、反転してないよこれ。オプションないの、オプション。オプションないのこれ。オプション、プロ、オプションっていうか設定ってどうやって出すの。なんか元からカメラ操作が反転してたみたいだわ。あー出た、これか。
もともと全部反転してたみたいだわ、カメラ。オッケーオッケー、これじゃないと。ちょっと待ちな、あれは物ザネの鏡じゃねえか。あの鏡に身を映したら、そのものの記憶が鏡の中に永遠に刻まれるのよ。まあ早い話がセーブだ、セーブ。ついでにもう一つオイラから助言があるとすれば、セーブするファイルはいくつか作っておいた方がいいぜ。その方がもしも、まあこれはな、基本だわな。だろう。そうなの、母音が多めなの。母音って古いな。そう、もう俺カメラリバースじゃないと操作、本当にリバースじゃないと無理な人になってしまってる。あの、下を押したら上を見て、上を押したら下に行く、左を押したら右向いて、右を押したら左向くっていうリバースじゃないともう俺無理な体になってる。おっと、これは壊しがいのある壺がたくさん並んでら、ぶっ壊したら中からいいものが出てくるかもしれないぜ。続きな。景気よくやったな大将。こんな調子で壊せるもんはどんどん壊していこうぜ。HD リマスターって言ってもなんかこう、なんだろう、キャラクター残像が残るな、やっぱり動いてると。残像が残ってる層がすごい目に悪そう。待て待て、あそこにあるのはなんだ。オイラの勘がお宝の匂いを嗅ぎつけたぜ。ちょっとここを登って見に行ってみようじゃねえか。高いところに飛び出るなんざ造作もねえだろう。うん、壁ジャンプな。バツはギュッとしっかり押して高く飛ぶ。うん、こういうことな。高いところに服があるってな、ぼわっとして見過ごすんじゃねえぞ。キエって残像、残像だって言ってた気がするな、確か。キエってあれでしょ、悠々白書の。あ、そうだ、壺からお金が出るんか。真骨頂、うん、太陽気3個分の体力を回復する。ヒンベイみたいなやつは壊していいから。全然覚えてないよ。あれ、橋が壊れちまってら。ちょうどいいや、お前、確かアマテラスって言ったな。アマコ、お前筆玉って言葉知ってるか。生きのいい筆書きには魂が宿るってお話さ。百聞は一見にしかすだ。まあ見てみな。うん、うん、どんな問題。これがオイラの筆技、その名も画竜だ。画竜ってのは筆で書いたものに魂を宿す筆技の一つ。失われたものの復活を司る筆神様の力なのさ。オイラもこの技一つを極めるのに相当な修行したんだけど、この世には全部で13もの筆神様がいるんだ。その13の筆神様ってのはもともと一人の神様でよ。その神様が死んじまった時、13の力が国中バラバラに散って、それが世の諸物に宿って筆神様に姿を変えたって話さ。一体どんな風に13もの技を使いこなしていたんだろうな。なんだろう、こういう話とかさ、狼って天外魔境の世界みたい。まあ天外魔境が日本神話だったりするからさ、結構そういうのっぽいね。
神竜天の川。天の川って神話に出てくる星屑の川のことか。そんなもんがどこにあるんだよ。まさかあの水たまりがそうだって言うんじゃないよな。泳げないんだ。ちょっと待って、操作をまず思い出すところからだわ。いやー、星が見事に輝いてら。こんなに綺麗な星空久しぶりに見たぜ。見ろよ、あそこに並んだ星なんか何かの形に見えてこねえか。なんだか星が一つ足りねえな。よし、それじゃあ一丁、オイラが星を書き足してやるか。なんてよ、さすがに星を書き足すなんてオイラにはまだ無理か。R を押しっぱなしで筆を持って四角で書くと、地獄のような修行の日々を送ったんだけどな。で、四角で書く。そういうことな。俺がやらなきゃダメってことな、遊ばず。おお、我らが地獄アマテラスオオカミ、元がこの世を去られて生き清掃、時を得て久しくなりにけるも、この読み神ひとときも書くことなく今日の日を待ち申しけり。これ赤炉のあれじゃない？なんだっけ、桜流じゃないこれ。お元のお隠れの際にマロビーデ氏13の筆神はこの広い人海に惑い散り散りになりにけり、我は天の星座となりて生きながらえたるを今一度お元に使わせ、うせものよみがえるを貢がせたまえ、この力あらば枯れた天の川などたちまち星屑であふれさせたまいぬ。かしこみし。今のはガレオの神様読み神じゃねえか。なんでそんなもんが出てきてお前に宿るんだ。この力で天の川を蘇らせるって、まさかお前オイラみたいに筆技を使えるんじゃ。いや、まさかな。この幻と呼ばれた神業、おいそれと真似できるはずがねえや。もしかして筆技で星屑を描けば川が蘇るんじゃ。いや、橋は直せてもさすがに星の川を描くなんて、そんな大それたことをいくらなんでもできるはずがねえや。ここな、どうすんの、川を描く。なんだと、星屑の川が現れやがった。ここは本当に天の川だったってのかい。いや、そんなことより今の筆技は一体誰の仕業だ。プレイヤーです。メタフィクション的なあれじゃないの。でゴールな。胃袋。お、ほらいいものを見つけたじゃねえか。その胃袋はどんな食べ物でもどんどん飲み込む不思議な袋で、満タンにしてやると持ち主を一度だけ死の淵から蘇らせてくれるんだ。早速その辺に転がってる食い物拾い食いだ。
これ満タンにしておくとレイズの効果があるってことかな。じゃあ、リンゴ、蜜がたっぷり入った甘酸っぱい果実。桃、みずみずしく芳醇な香りがする果物。みかん、程よい酸味が刺激的な果物。もう OK ってこと？これで。ああ、まだあるんか。アマテラスは喋らないと一寸との関係が、あー確かにな、マキバオウとチューベイだわ。確かにチューベイ死ぬんだっけどうだったっけあれ。マキバオウ懐かしいな。イザナギセンス、イザナギ、なんでその名前がこんなところに。イザナギって何した人だっけ。イザナギとイザナミって何した人だっけ。団子、穀物の粉をこねて丸めて作るお菓子。あーペルソナ4もイザナ、あー確かにな、ペルソナ4そうだわ。イザナミとイザナギだわ。っていうかペルソナが日本進化だわ。タテミカズチとかこの辺は俺得意なはずなのにな。今年はペルソナ2もするよ。4じゃなくてペルソナ2をするよ。やるソフトがいっぱいだ今年も。来月はエルデンリングもしよう。あと FF7、 ここはもしかして神話に出てくる幻の祠、イザナギ靴じゃねえか。100年前白い狼知らぬ意を従えて怪物退治をしたっていう、あの伝説の英雄イザナギを祀った祠だよ。さっきから天の川といい、この祠といい、オイラたちはどこへ迷い込んじまったんだ。でもこれはひどい荒れようだぜ。見ろよ、剣なんかボロボロに崩れて、ひでありさまだ。あれじゃ神様のカゴもあったもんじゃねえや。うん、しかしアマコン、この壊れたイザナギ像の剣よ、壊れたまんまってのもちょっと気になるよな。ハグリンどうしよう。ハグリンどうする。で、仲間にしたからにはさ、メタリン仲間にしたからにはさ、ハグリンも実際したいよ俺は。正直言うとさ、ドラクエ5もうクリアさ、もう楽勝でできるよ。こっから多分5回配信すればさ、エンディングまで持っていくよ。何にも仲間にしなければ。
問題はドラクエ5はあのハグリンだよね、やっぱり。ああこれな、これな、これで剣をかけてるな。やっぱり今までの筆技はお前の仕業だったのか。そんな鋭い筆使いができるとはお前一体。また空が輝き出したぜ。レベルえらいことになってるよ、ドラクエ5。だって次カボチ村、カボチ村直前でレベル50だよ。もう無双できるじゃん。今度あの星座の形は、ああこれ干支だったっけ、干支の星座を集めるんだって確か。お我らがジボアマテラスオオカミ、森の手はびこる人海で我が身を隠せるのは西への英雄を祀るこのささやかなる祠のみなりっけり。万象の神たるおもとを助くることこそ我が務めなれば、大魔の剣舞を持って悪を払う大役この立ち神に預けられよう。ダン、立つな、ダンじゃないな、立ち神って。いや何でも切り裂く筆技、一線の神様だこの野郎。それじゃお前まるで英雄イザナギと共に怪物を退治した後、おっちんで13の筆技をこのようにばらまいたっていう、あの狼知らぬ意味でじゃねえか。なんだろう、結構説明口調っていうか。そんなバカな、イザナギクズだの知らぬ意だのは神話の中の話だぜ。ともかく一線の力はオイラもまだ目にしたことがねえ。ほれあそこにちょうどいい岩があるから、本当にお前が使いこなせるのか見せてみな。岩にシュッと線を引きゃたちまち真っ二つにするっていう技をよ。ちょっと待て。まっすぐな。すげえ。お見それしたぜ、ケムクジャラ。その鋭い筆運び、オイラの遠く及ぶところじゃねえや。思い上がりも甚だしいたこのことだったぜ。なあケムクジャラ、いやアマコ、オイラ決めたぜ。お前は13の筆技を使いこなしたあの知らぬいの生まれ変わりだろ。オイラその筆技を全部盗んで一人前の絵師になるまでお前について離れねえ。へえ、無駄無駄、オイラは一度しがみついたら何をされても絶対離れねえのよ。それよりアマコ、その一線があれは昨夜の姉ちゃんが言ってたあれを切り落とせるんじゃねえか。さあ戻ろうぜ、名残惜しいけどまずは村だ。あ、これであの桃を切り落とせってことな。オッケーオッケー。ん？え、最近のスマホってよろしくって打ったらその何変換するの、その漢字で、漢字の不良っぽくヤンキーっぽく、ちょっと俺もやってみよう。あ、俺のは入ってねえ、俺のはよろしく入ってねえぞそれ。さすがエクスペリア。お前じゃこの隙間は通り抜けられねえな。でも今ならこいつを取っ払う方法があるんじゃねえか。スパッと行け、スパッと。ああここでこういうことな。こいつら急に現れやがって。とにかく説明は後回しだ。アマコ、お前大層な神器を身につけてるんだから、その神器を四角で操って奴らを退治しまいな。見ろアマコ、野郎気が緩んで容器がうせたせいで体ごと白黒させてしまったら、
あなたらどんなに厄介な相手でも筆技の餌食にできるはずだ。さあ筆を取って一戦でも打ち込んでやろうじゃねえか。これでこうな。気絶さした後にこれな。思い出してきたよ、操作をちょっとずつ。産炭、腕調べに必要な神なる炭、その場で炭ひょうたんが一つ回復。ぶっ込みって入れたらぶっ込みの卓で変換されるんだ。俺もやってみよう。おねえぞぶっ込みの卓、俺の変換されんぞぶっ込みって打っても。予測変換かよ。俺のはあれか、古すぎるか、やっぱりエクスペリア。これでこうな。いいよいいよ。エンカウントしてもその場で戦闘になるのがいいね。いいっていうか楽だね。チュートリアルが長いな。とりあえずここのマップがチュートリアルでしょ。命中率が悪いな、どうも。当てづらいっていうか。あ、でも勝手に、なんだろう、ロックしてくれるんだ。攻撃自体は壺に勝手にロックしてくれてるわ。ブレるね。なんかやけにブレる。攻撃じゃないか、その。カメラを動かして攻撃するとブレるけど、ロックオンは勝手にしてくれるから楽でいいや。大画面でやるとやっぱ綺麗やな。こりゃすげえ。亡くなってた村が蘇った。昨夜の姉ちゃんが本当に村を守っててくれたんだな。そんな女の父をまさぐっちまうなんて、おいらおいら、ふふふふふふ。でも村が全部かどうかはまだ分からねえ。何やらとんでもない怪物が現れたみたいだ。ともかく村の様子を見に行こうぜ。言い方な、一寸の言い方な。父をまさぐるて。
そうなの？地球の砂漠、あ、確かにな。地球の砂漠化を食い止めてるわ。これは旅人の道しるべになる石碑だ。でも今はこんなものを調べてる場合じゃないぜ。なんかいる。なんだいこりゃ。こんなところに石像なんてあったっけ。まあいいや、さっさと人間を探そうぜ。わ、みんな石像になってるな。こっちもだ。石みたいに固まってまるで、お、何？またかよ。小さい妖怪なら方々で見るけど、あんなうなり声は聞いたことがねえや。早くまともな人間を探そうぜ。うん、トロフィー取らなくていいからさ、なんかこうもうあれね、あのストーリーだけを楽しめるからすごく楽でいいわ。ちょっと待って、とは言ったもののこれレベルってあるんじゃなかったっけ？なかったっけ？これレベル制度だっけ？違ったっけ？これか？ダメだ、ピクリとも動かねえや。昼間はみんな普通に生活してたのによ。アマコ、やっぱりこいつは普通じゃねえ。村が復活してからも空が真っ暗ってのはどういうことだい？まさか村の外まで真っ暗闇なんじゃねえだろうな。どこか見晴らしのいい場所へ上がって辺りの様子を調べてみようぜ。見晴らしのいい場所、これダッシュってなかったっけ？勝手にダッシュしてくれるんだっけ、これ走ってたら。どうやら村中が普通じゃなくなってるようだ。どこか見晴らしのいい場所へ登って辺りの様子を調べてみようぜ。やっぱりダメだ。空のお天道様も消えちまって、地平線の向こうまで真っ暗だ。村のみんなも一人残らず動かなくなっちまってるし、やっぱり得体の知れない怪物の呪いか。まあまさか永遠にこのままってんじゃないよな。せめて丸いお天道様が照らしてくれりゃよ。空にくるりと丸を描いてお天道様の出来上がりなんて。やっぱりいかな狼様でも無理な相談だよな。誰か他の筆神様を探すか、それともお前自身に最初からそんな力が備わってるなら話は別だけど。なんかあれなん、なんかほらトンガのさ火山のあれってこんなになってんのかな、真っ暗なんかない、その起きた直後ってこんな感じで真っ暗になってたんかな、先週あったやつ。とりあえず太陽を描こう。ペリッペリー、なんだと。そうかい、お前の名前はアマテラス。アマテラスっていや太陽神の呼び名だ。太陽の筆技光明だけは失うはずがねえや。その力さえあれば夜を昼に変えるのも思いのまま。まったく大したもんだ狼様ってのはよ。流るる筆は互角の調べがごとく。これはオイラのジジイが読んだ句で、優れた絵師の技はまるで楽器のように雅やかだって意味さ。
その句にちなんでお前のその技、筆調べと呼ばせてもらうぜ。その筆調べで見事お天道様も登ったことだ。さあ天子、早速村へ戻ってみようぜ。みんなが無事かどうか気になるし、それに、なんじゃお主は。長老みかんじ、これは白い狼。まさかあのイザナギ様と共に戦い恐ろしい怪物を倒したという伝説の白い狼白縫様。いや、そんなはずはないわい。あの伝説は100年も昔の話じゃ。しかしそれにしてもよく似ておる白縫様の像にそっくりじゃと思ったが、白縫様にしてはちょっととぼけておるかの。なんじゃ急にうなり声なんざげおって。わしの悪口が悪かったのか。じゃがとぼけた顔をとぼけてると言って何が悪い。はて、急に背筋が寒くなってきたぞ。よく見な天子、あれが今この国中にあふれてる妖怪どもだ。ああやって人間から姿を隠し村に入り込んで悪さをするのさ。まあ見てな、ここはおいらが名刀電光丸で。今どう考えてもおじいで殴ったよな。いや、もう一匹こっちも。なんだろう、ブレて一戦できないわ。手が震えて一戦できないわ。お前切れると結構アグレッシブになるな。それより天子、今都合よく幸玉を手に入れたじゃねえか。これ妖怪どもを退治した途端枯れた泉に水が戻ったろ。あれは妖怪どもに抑え込まれていた土地の神様の力が復活したからさ。人間たちはそれを神の力の降臨、神おろしなんて呼んでるぜ。ともかくああやって綺麗な自然が蘇れば蘇るほど、狼様であるお前は力の源である幸玉を得られるってわけだ。今時神様を信じるやつは少ないからお前も調子が出ないだろうけど、幸せいっぱいになればいつかは前世の力を取り戻せら。それにしても妖怪どもめ、ここ最近急に増えてきやがったぜ。お前が放り投げたあのみかんじいさんもお前のことをただの狼にしか見えなかったみたいだし、人間には見ることができないほど神様の力は弱まってるんだな。ブツブツ。ん？ともかく村の中ならおいらが案内するぜ。旅は道連れ、二人連れ、楽しく行こうや、ケムクジャラ。神様の力っていうのはね、どうやら信仰心らしい。だからなんか人間が信仰すれば強くなるって、まあ聞いたことある。天子、なんかうまそうなもん拾いやがったな。と思ったらなんだ、動物どもの餌か。でも動物どもを餌付けするのもいいかもな。あとでその辺の動物に近づいて使ってみたらどうだ。うまくいけば何かいいことあるかもしれないぜ。あんまり神様が生き物に肩入れするのもあれだろうけど、まあちょっとくらいのおまけはいいんじゃねえか。そうだ、ついでにお前に一ついいことを教えてやろう。旅の道中で手に入れた持ち物を確認したいときは、これか。真ん中のボタンを押して道中奥義を開くのさ。道中奥義を広げたらそこで持ち物を使ったり調べたり、とにかくいろんなことができるぜ。何事も道中奥義で確認すること、それがいい旅の秘訣だ。ちいかみ玉、ちいかわみたいなもんかなこれ。人々の信仰心がこもった玉、その場で太陽気が少し回復する。とりあえずちいかわ拾っていきゃいいな。んで、おじいは、あーこれレベルアップか。やっぱりし
幸せがいっぱいになるとレベルアップか。いや待て、違うんか、これ自分で、あー自分でこれやれってことな。うーん、なるほどな。マルさん、マルさんとスズメが何か喋っておる。俺はこれいつまで見せられんの、これは。ああ、これで経験値アップな。ああ、なんかこの大根抜くミニゲームもあった気がするよ。まったく近頃は妖怪だか野良犬だか知らねえけど、畑を荒らすやつが多くて困っちまうだよ。三角で穴を掘るなんて。今度見つけたら正義のげんこつを食らわせたよ。大根。ちょ待て、待て、これどうすんだっけ。こいつ、このなんだろう、ちょっと待って、ルールが分かんない。何これ、こんなんあった、何これ。もう何これ、ちょっと待て、これどうせえと、これ全部抜いたらなんかいいことあんの。ちょ待てと、もうええわ、もうかんば。おや、白い狼とは珍しいね。
こんな人里まで山から遊びに来たのかい。でも最近じゃ人を襲う妖怪もポツポツ増えてきたって話だからね。お前も気をつけるんだよ。何言ってんだよばあさん。こいつはあの知らぬいの生き返りさ。このオイラと組んだら妖怪どもなんだものの数じゃねえや。あれ一寸や、今日は狼に乗ってお散歩かね。確かに知らぬい様にそっくりだよ。鼻の頭が黒いところなんか特にね。ああ、それにしてもブツブツ、なんかやること多そうよね。クシナダ。あら狼さん、こんにちは。お名前は何て言うの？私はクシナダ、よろしくね。酒職人クシナダ。よう姉ちゃん、今日も臭いじりに精が出るな。まあいっすんちゃん、あなたも一緒だったの？これはお酒を作るのに必要なお米さんを育てているところよ。でも稲刈りは私一人じゃ大変なの。今年もスサノオに手伝ってもらおうかな。ワンちゃん、あなたを見てるとついお話ししたくなっちゃうわ。なんだ山子、早速気に入れられたじゃねえか。まあ人間の中にはこんな風に話しかけてくるやつもいるから、お前も二度三度人の話に耳を傾けてみた方がいいぜ。お前神様だから、姉ちゃんの頭の上に三角印が出たのが見えただろう。うん、見えた。もしそれが見えたら、そいつにはまだ話したいことがあるってあいつさ。人間の話もたまには役に立つ時があるから、気が向いたら独り言にも付き合ってやりな。これな。スサノオっていうのはこの村に住むちょっと変わった人で、大きな剣を背負っていつも鍛錬に励んでいるの。何でもあの伝説の英雄イザナギのご子孫さんなんですって。お酒も大好きで、うちにもよく買いに来るわ。スサノオって何した人？え、おばさんが近づくと一線を、うん、やってみよう。ちょっともう一回大根。これはひどい。待てと、待てと。ダメだ。もう俺の手が言うこと聞いてない。正直アクションゲームをするにはシーズンオフだわ。そしたら狼レベルのアクションゲームでももう俺の手が言うこと聞いてないっていう。もう、もうダメだ。右手の指が4本、右手の指が4本紫色になってんだもん。ボタン連打ができない。いいよいいよいいよ、あと逃げ回って。いいよ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 、よーし。え、何？今のでいいの？え、やり直し？
集中集中、いけるいける。いけるいける。とりあえずこのマツコデラックスとなんとかすればいけるいける。待て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 よ待てよ待てよ。待て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 。ラストラスト。よし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 、これでよーし。これこれ待て、こっからストップストップ。これこれこれ、この大根どうすりゃいいの。このピンクの大根取ったけどどうすりゃいいんだこれ。ちょっとここここ知りたい。どうすんの。うん、ちょっとその間にサノはイザナギの子供、火をまとって生まれてきて、イザナミが死んで、あー、ヨモツヒラサカな、ヨモツヒラサカ48な、オッケーオッケー。そこでイザナギと会うっていうのがイザナミな。え、違うの。ヒノカグズチがあるでしょ。ヒノカグズチはヒノカグズチって日本作った人じゃない？大国主か、あれは。俺その辺得意なはずだったんだけどな。ところでこのピンク大根ってどうすんの？ピンクの大根加えたらどうすりゃいいの？これデラックスから逃げ切ればいいの？これもしかして。マンドラ抜いたマンドラゴラどうすんのこれ。あ、でも勝ったなこれ。スイカ。いっぱい出る。こういうことな。おにぎり、米俵。いやいや、これいっぱい出るじゃん。え、このマンドラゴラ何？どうするのこれ。ちょっとマツコに聞いてみよう。変な形の大根を渡した。おお、お前、これはオイラと愛犬ハヤブサが追い求めた変な形の大根。そんなもん掘り起こしたってことは、お前ハヤブサの記録を破って大根10本全部掘りを達成したのか。くそー、いや、負けは素直に認めよう。むしろ挑戦できる目標ができてすがすがしい気分だ。こういうことな。あ、マルさんが俺ここにも。マルさんがここにもおるよ。わあ、犬いいな。おめえのおかげでバカ息子の虫飼いがまた調子に乗るだよ。だけどオラもこのげんこつ一個で頑張るだよ。とりあえずこれでオッケーってこと？大根イベント。
で、お米は桜姫イベント的なのがあるってこと。とりあえず胃袋をいっぱいにしておけば、レイズがかかる状態になるから、サノンにも挨拶してあげて、いつも一人でいるからお友達になれるかもよ。ともあれレイズをかけれる状態にしておこう。食べ物じゃ。あー、でこれで今火が暮れようとしてるから、火が暮れようとしたら太陽をかけば、わー、こういうことな。あれ、こんなんなかった？こうやってさ、風が起こせるんじゃなかったっけ？違ったっけ？こうだっけ、風は。なんかいろいろ思い出したよ。相変わらずでかいいびきだ。この家に住んでるのが自分がイザナギの子孫だって吹き回ってるサノオってうさんくさいおっさんの家さ。この辺じゃあとりあえず名前だけは有名なんだが、伝説の勇者の子孫にしちゃ寝てばっかりで怪しいやつだ。嵐もあった。そんなんあったっけ。嵐ってどうすんだろう。雨をかくんだっけ。ゲシゲシモガスピー。これでも起きねえとは大したやつだ。しばらく放っておいて他を回ろうぜ。しかしやばいな、どうしていいかを全然思い出せないわ。どうしていいかっていうか、どこ行くんだっけ的な。鍛錬にはちょうどいい岩のようだけど、本気で打ち込まれた後は一つもないぜ。へのへのもへじ。あ、おばあもなんか。おや、まだこのババの独り言を聞いてくれるのかい。いやね、こうして一生懸命お洗濯してるんだけど、洗濯物を乾かせそうにも、ほれ、物干し竿がどこかに決まってさね。どうしたもんか困ってるんだ。物干し竿。あー、ここな。ここに棒をつければいいってことな。違うの？わあ、だよな、合ってるよな。おやまあ、なんだいこれは。いつの間にか新しい物干し竿がかかってるじゃないか。神様が天から授けてくれたのかね。ありがたいことだ。それじゃあ早速洗濯物を干そうかね。さて、洗濯物を干したはいいけど、最近は妖怪に嫌気がさしたのか、お天道様も引っ込みがちでさ。もっとこの近くで照ってくれたら洗濯物の乾きも早いんだけどね。ん？ん？違うんか。違うな。ここでやれってことか。もうこういうことな。あれま、どうしたんだい。お天道様が急にこんな近くに。洗濯物もあっという間に乾いちまったじゃないか。本当に不思議なこともあるもんだ。そうだ、今夜はお天道様に捧げる桜餅でも作ろうかね。シロ、お前も食べたかったら夜になってから家においで。私の作る桜餅はほっぺたが落ちるほど美味しいよ。
になったら家においで。お、新穴掘り、穴掘り王マル、お前が異様なしとげてから母ちゃんのやつピリピリさ。でもオイラのハヤブサ挑戦をやめないぜ。もう他にやることないよな。じゃあこれでスサノオの家に行けばいいってことか。まだか。この人もいたな、いたいた。こいつもか。うんとこしょう、どっこいしょ。おかしいな、この邪魔な大岩をどかしたいんだけど、肩がずっしり重くて思うように力が入らないよ。なんか変なものに疲れたのかな。だいたいルールが分かってきたな。うん、とりあえずこうやって町の人を助けていけって話な、最初は。おい山子、お前の体が急に光り出したぜ。もしかしたらお前の神通力が強まる前兆じゃねえか。なんかお前感動薄いな。とにかくほれ、おいらが見ててやるから、一丁神通力強化の実践行こうじゃねえか。今から開く道中奥義にお前の神通力の項目が並んでるから、たまった差し玉を使ってどれでも好きな力を強化してみな。なんかチュートリアル長いな。でどれあげりゃいいんだ。アマテラスの生命力、筆調べの使用回数、胃袋をアマテラスの死の淵から蘇らせる、お財布、お小遣いを貯める入れ物、まあ墨ひょうたんだろうな。筆調べの使用回数、こっちの方がいいわな。どうだい、ちった勘を取り戻しただろう。これっぽっちの強化じゃよくわからねえか。いやいや、そんなことはね。新アマテラス様の大きな一歩だ。この調子で突き進もうぜ。おっと、そういや、さっきのおっさんはどうなったんだ。ああ、なんだかすっかり体が軽くなったよ。それでもやっぱりこの大岩びくともしないな。外に出る唯一の道を一体誰が塞いじまったんだい。これじゃあ都に帰ることができやしないよ。そうだワンコ、お前この村で飼われてるんだろう。だったらスタノーとかいう男を連れてきておくれよ。何でも伝説の英雄イザナギの子孫だって言うじゃないか。そいつならどうにかして岩をどかしてくれるはずだよ。おかしいな、こんなところに大岩なんてなかったのによ。これでスタノーが起きるってことな。オッケーオッケー、消し消し。いやー、よく寝た。瞑想にふけろと地下にこもったらそのまま眠ってしまったようだ。なんだお前は。
古今無双の大剣士スサノオ様に何用だ。まさか畜生までもが我の噂を聞きつけてやってくるとは。だがな、我は弟子など取らんぞ。さあ、ポチ、さっさと山へ帰って猿と戯れておれ。まったく、無礼な犬コロメ、我の瞑想を邪魔しようって。おい、東辺木、グズグズしてねえで一緒に来な。ん？お前は金玉虫、また我の家に入り込んだのか。その名前でオイラを呼ぶなと言っただろう。甘くいいからこいつを連れて行こうぜ。何をする？やめんか、こんなこっぱずかしい真似を。んー、これでさっきのところへ行けってことかな。まったくこの犬コロメ、こんなところへ連れてきて我と決闘しようとでも言うのか。かくなる上は我が愛犬東辺木で一刀のもとに両断してくれるわ。ちょっと待ってくれよ。あんたがあのスサノオなのかい。いかにも我こそは古今無双の大剣士スサノオだが、男と男の真剣勝負に口を挟むな。そんなことより頼みがあるんだ。実はこの大岩に道を塞がれて困ってるんだ。あんた何とかしてくれよ。なんだと。頼むよ。あんたあのイザナギの子孫だって言うじゃないか。なんかすごい技でドカーンとできるだろ。まあできなくもないが。本当かい？助かった。じゃあ早速。待て。これほどの大岩、さすがの我でも骨が折れるわ。剣に宿す闘気を高めるため精神統一が必要だ。よし、では鍛錬場にて気を練るゆえしばし待っておれ。どうだかな。あのおっさんがまともに鍛錬してるなんて見たことないぜ。エンドネシアってゲームもこの狼みたいな喋り方なんだ。おこいつ。なんとかするとは言ったものの、いくら伝説の実施でもあんな岩などとても無理だ。まったくこんな時に酒は切れるし。やめだやめだ、今日はもうおしまい。鍛錬は明日からだ。酒がないから気分が乗らん。鍛錬は明日からだ。明日できることは明日やれ。それがこのスサノオの流儀よ。酒だとこの野郎。酒といやあの子が作ってるけどよ。とりあえずセーブしておいて、これで胃袋もいっぱいになるはず。まだか。あら、そういえば私大事なことを忘れちゃってたわ。お酒を作るのに水車小屋で精米をしなくちゃいけないんだけど、この間妖怪さんのいたずらで水車を壊されちゃったの。あのままじゃお酒の仕込みもできないし困っちゃったな。そら気の毒によ。せっかく妖怪さんに新酒、雷撃酒を味見させてあげたのに、夜中に水車を壊したり畑を荒らしたり大騒ぎするんだもの。妖怪にそんなものを飲ませて酔っ払わせんな。まったくこの姉ちゃんはよ。ともかく壊れたものを直すか。それくらいお前の筆でちょいちょいと。そんな技あるの？壊れたものを直す技。違うの？ああ、治った治った。こういうことな。まあ、これはどういうこと？水車がすっかり治っちゃってるわ。一体誰が治してくれたのかしら。
お酒の仕込みができないって諦めてたけど、でもこれで精米を始めることができるわ。そうと決まれば早速始めましょう。実際これ村の外に出るまでがチュートリアルみたいなもんよな、確か。なにシロちゃん、お酒作りに興味があるの？ほら、これが精米をする薄いよ。面白いでしょ。そうだ、いいものあげるね。お店の売れ残りなんだけど、私が作ったお酒、その名も絶景館。月景館みたいな、なんか。でもシロちゃんにお酒はまだちょっと早いかな。うん。で、これをスサノオのところに持っていけば OK ってことな。絶対月景館から取ってるでしょう。絶景館、うん、ちょっと待てポチ、この香りはクシナダちゃん手作りの名酒絶景館。なんという巡り合わせ、クシナダちゃんとの愛がなす奇跡か。そうだ、酒だ。きっとこんな時は酒の力がものを言うのだ。そういえば我が祖先イザナギも怪物退治の時には酒の力を借りたと聞く。我天気を得たり、いざ鍛錬を始めようぞ。月経かって月だっけ。未熟者、この鍛錬場において我には一分の隙もないわ。お、ちょっと待て、どれ、いつもの打ち込みでも軽くやってみるか。いざ参らん。あ、こうな。いざ刮目してみよう。佐野流真空カッパ山。なに？うおお、ズドドドド、うおお、ズドドドドド、スサノオ流真空カッパ山、ズドズドドド、スパパーン。なんと巨大な岩が真っ二つに。あんた本当にすごいお人だったんだな。おいらもたまげた。え、ああそうだと思う。我はここを溝の大剣士スサノオにあるぞ。いやー、イザナギの子孫ってのは伊達じゃないね。あんたなら妖怪たちを倒すのも造作もないだろうな。ともかく礼を言うや、これで商売が再開できるからね。妖怪か、無論言われるまでもないことだ。中津国随一の剣士たる我が立たねばならぬと思っていたところよ。よかろう、世にはびこる不定の輩どもを退治してくれようぞ。俺ども大船から飛び降りた気持ちで待っておれ。わははおいらたちが見てるからって無理しなくてもよ。村の外ともなると妖怪どももう荒くれ者揃いだけど大丈夫か。もう我らが地母アマテラス大神、あなたのご活躍しかと拝観させていただきました。特に大岩を一筆のもとに両断した見事な筆さばきは、まこと筆調べの名にふさわしい鮮やかさにございました。そうかい、だったらなんかご褒美でもくれよ。おや玉虫や、お前は何もしていなかったのでは。だからおいらはイッスー様だって言ってるだろう。虫けら扱いするやつには懐へ忍び込んでお仕置きするぜ。ててん。まあ今はこのケムクジャラの方が居心地いいから安心しな。そんなことよりご褒美ご褒美。アマコ、お前はお手でもしてよ。お前もお手でもしろよ。それが、お礼をしたいのは山々ですが、この昨夜すでに通力を失い、あの通り今や花をつけることさえままならぬありさまなのです。
は私はこうしてこの村に立っておりますが、村の外にも根を張り巡らせて各地の平和を見守ってまいりました。その我が分身ともいうべき分け際、才の目と呼ばれ信仰心を集め、それを力の源として美しい緑を育んできたのですが、近年増え始めた妖怪たちによって各地の才の目は次々に蝕まれ、私自身あのように枯れ果て緑豊かな大地もことごとく奪われたのです。加えてこの度の騒動で世を覆う混沌の気配が勢いを増し、これまで以上に多くの生命が失われてしまいました。おいおい、なんだか湿っぽくなってきやがったな。天地万有の狼アマテラス様、どうか封じられた才の目をもののけどもの呪縛から解き放ち、この中津国に再び自然の営みを取り戻してはいただけないでしょうか。村の近くに立つ才の目の場所はこの通り地図に書き記しておきます。確かこれ最後北海道まで行くんだっけ。おきくるみとか出た気がするな、確か。ああ、こうして話す力さえつけてまいりました。どうかこの願い聞き届けたまえ。アマテラス狼よ、あなたに花の蚊の回りがあらんことを。おいら喧嘩早いけどよ、厄介ごとに首突っ込むのはごめんだぜ。と言いたいけど、筆技の習得前にこいつから離れることもできないしな。まあこいつも神様なんだから、妖怪相手に肩打つこともねえか。お前人の話ちゃんと聞いてたんだろ。お前は旅がてら残りの筆技を見つけ出して用を直し、オイラはその筆技を盗んで習得、よくりゃ万々歳ってわけだ。ともあれ、まずは地図の印でも頼りにぐらぐら行ってみようぜ相棒。あー、これでやっとチュートリアルが全部終わりってことか。かかったね、結構。んで、次が、ちょっと待ってよ、次が、外に出て、さっきの、才の目を取ってこいってことさ。さてと、都へ帰る前に在庫を処分していかなくちゃ。ワンコ、買い物のお使いがあったらちょっと見ていかないか。高くない？太陽気3分の体力回復。あー、これあれか、薬草的なあれか。買っとくか1個。あー、欲しいな。草買っとくか。高いよな、お金ないよな。とりあえずじゃあ才の目を取りに行こう。ちょっと待ってね。
ないよな、もう中に街の中で話す人いないよな、もういないよな。うわー、ウサギな、ちょっと上げてみるか。何この動物芸。これで経験値6か。何を話しているか。人間に対する恨みつらみを。そりゃもう、信州兵軍。あれ、あまこ、お前も知ってる、こととは思うけど、ここは中津国で最も美しいと言われる大野原信州兵軍さと紹介しようと思ったら、なんか嫌な雰囲気が漂ってくるぜ。あんなことがあった後だ、用心して進むに越したことはねえや。うん、あの丸の位置へ行けてるかな、とりあえず。とりあえず敵倒しながら行くか。え、知事に記された最初の才の目ってあの木のことか。あそこは旅人が立ち寄って旅の疲れを癒す憩いの場所だぜ。それなのにあの木、ボロボロに枯れて今にも倒れそうじゃねえか。見渡してみりゃ、あたり一面に呪いの妖気が渦巻いてら。昔は妖気が立ち込めて妖怪が寄りつきそうな場所は、たたり場って呼ばれてみんな近寄らないんだけど。あんな風にでかいたたり場見たのはおいら初めてだ。草木ばかりか、あんな大木さえ妖気で枯らしてしまうなんて。やっぱり神様の力を上回るような桁外れの怪物が現れやがったんだ。あの木は昨夜の姉ちゃんの分身で、その周りの自然を守ってるんだよな。本当にあれを蘇らせれば元の綺麗な自然が戻るのか。だとしてもあんな枯れ木、一体どうやったら蘇るんだよ。とりあえず妖怪と戦おう。おー、大したことないな。あー、そういうことな。妖怪を倒していって、あの黒いところを全部広げていけってことだ。違ったっけ。オッケー、オッケー、オッケー、これで。わあ、そう考えたらお金儲けできるな、結構。これはすげえや。透明にもただのたたり場じゃないと思ってたけど、中に入ってみた想像以上の容器だ。こんなところにいたら並の人間はすぐにたたられちまう。いかに狼様のお前でも力を奪い取られちまうぞ。行かない方がいいんだっけ、これ。あ、でもあれだわ、全然ドラクエのレベル上げよりいいわ。いや、ドラクエのレベル上げって言い方がおかしいな。あ、メタルスライム狩りより全然いいわ。
正直さ、ああいうのさ、なんか YouTuber とかさ、何時間かけて動画編集したりしてさ、なんか1000時間かけましたとかさ、500時間かけましたとかやってるけどさ、そらさ、やるよ。あいつらはやるよ。だってお金入ってきてるもん。広告収入入ってきてるもん。俺無料だよ。ただだよ。ただだよ。言っちゃあれだけど。そんなんで何時間もやれるかっつうの。正直言って。あいつらはやるわ、仕事だもん。んー、とりあえず、お、待て、ここじゃないの。サイの目がボロボロだぜ。こんなありさまじゃ、さくやの姉ちゃんもしょんぼりしまうわけだ。このサイの目を元気にしてやれば、周囲の綺麗な自然も取り戻せるはず。もっともそんな芸当できるわけねえけどよ。枯れ木に花を咲かせる、そんな力があるなら話は別だ。枯れ木に花を咲かせる、え、花を咲かせる。ちょっと待って。どうすんの。違うの。払いすごいよな、これ。言うけどな、結構難しいのよ、この払いが。違うんだ、鼻こうじゃないんだ。点々で書く。はあ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 。うわはは、ほんとだ、点々だ。完全に俺間違ってた。ちょっと待って、違うっぽいよ。点々も花が違うんじゃないの、これもしかして。じゃあ本当に覚えてないんよ、これ。ええんか、その花で。マジで書いてみるぞ。そもそもこんな字だったっけ、花って。なんでよ。なんでよ。まだ石像人間か。いや、人間石像か。きっと呪いの容器でたたられちまったんだ。これはこのたたり場の呪いを払わない限り元には戻らないで。で、どうすんだっけ。花を描けばいいんでしょ。とりあえず上行ってみるか。上に行こう。ちょ
志村けんみたいなのがいるよ。名もなき男の家。ここは代々花咲谷を見守ってるおっさんの家だ。全員集合の志村みたいなのがいる横に。あれは一体何だったんだ。俺がいつものように薪割りをしていたら、突然湖の方から地響きが聞こえて、ものすごい突風が押し寄せたんだ。その後のことは覚えてないけど、気がついたら辺りはこの有様さ。ちょうどそこの小川を渡ったところには俺の仕事場があったんだが、このバカでかいたたり場が現れた途端、綺麗さっぱり消えちまって、まったくこれじゃ生活できやしないよ。そういえばあの時湖の方から神木村へ逃げていく人影を見たが、そいつは無事だったんだろうか。花咲かせの能力、あーまだ能力を持ってないってことか。今これはまた違う花ってことなんだな。じゃあ、あーでも日本昔話のモチーフ多いでしょこれ。そのあれ落ちた。えん、え、よし、とりあえずセーブだ。はい、はいが、ちょっと待って、下にしとこう。はいが必要。とりあえずあの丸、お、ちょっと待て、ちょ待って、戦闘か。命中しづらいなこれ。オッケー、これでオッケー。おーおーおー、一気に1500円ももらえたよ。あれ、せっかく妖怪退治したのに神おろしの力が消えちまった。こりゃよっぽどこの土地の神を抑えてる呪いが強いってことだな。この淀んだ空気をなんとかしないと神おろしをするのは無理だ。うん、どういうことだ。まだここは後回しってこと。ちょっと待って、気のせいか、なんかコンセントから変な音がしてるんだけど、コイル鳴きかな。これ持っていくか。おい、あそこに立ってる木、妙にくねくね動いてねえか。用心して進めよう。お、ちょ待て、うん、なんだあの野郎、木の実を投げてきやがった。
よし、あんなヘッポコ玉打ち返してやろうぜ。玉を打ち返すにはズバッと一発。うん、こうな。見ろ、自分の木の実を食らって目回してら。それじゃあこの隙に遠慮なくここを通してもらうとしようぜ。コイル泣きしてるんじゃないかな、コンセント。なんかずーっとビリビリ、ビチビチ言ってるけど。忙しいな、思ったより。お、まだ出るか。多いな、多いな、敵。よし、オッケーオッケー、これでいいってことかななんだ、創造師。お前は、コチ、どうしてこんなところまで。帰れ帰れ、我は弟子は取らんと言ったはずだ。大体この花咲谷にはお前のような畜生が来るところではないわ。この先には我の秘密の鍛錬場があって、隠れるには最高。いや、鍛錬するには最高の場所なのだ。ほれ、あっち行け。しかしおかしいな。確かここに通路があったはずなのだが。なんだポチ、あっちへ行けと言っただろう。ん？違うんか。帰れってことなんかな。でもゴールはこの上ってなってるもんな。あー、ここな。あー、でも違うんか。潜れっていうわけでもないな、川を。ん？これは大した壁画だ。そういや、ここは木を成長させる水晶玉が祀られてるんだっけ。この壁画を見る限り、その話はまんざら嘘でもなさそうだと言いたいところだけど、この壁画何か足りなくねえか。あー、太陽な。あー、てりー、なんだと。これは一体どうなっておるのだ。ともかくこれで奥に隠れることが、いや、奥にこもって存分に鍛錬することができる。あれ、ヤマタノオロチ戦ってまだだっけ。古の儀式を書いた壁画か。絵師のオイラから見てもなかなか見事な代物だ。まだまだ先だっけ、最初のボスって。
これなんだか物々しい場所に出たぜ。これがスタノオのおっさんがいた秘密の鍛錬場ってやつなのか。あれ、そういやおっさんはどこへ行っちまったんだ。このちんまりした木の実はなんだい。ん、こいつかすかに昨夜の姉ちゃんと同じ香りがすら。うん、あれ、こいつがサイの実だとしたらなんでこんなちんまりしてんだ。あの壁画には立派な大木が描かれてたってのによ。もしかして妖怪どもの妖気で力を封じられちまったんじゃ。うん、あれ、ここでヤマタノオロチと戦うんじゃなかったっけ。そういえば思い出したよ。なんかこの辺に坂の壺をいっぱいさ置いてさ、それにこの穴から出てきたヤマタノオロチが首を突っ込んでる時にね、ヤマタノオロチがこっから出てきて酒瓶をこの周りに置いて、それに首を突っ込んでる時に殴るんじゃなかったっけな。違ったっけな。なるほど、ここにこんな祭壇を作ったのはあの谷間に昇る太陽を神として崇めるためだろうな。太陽な。テリー、お、何か起きそうな雰囲気じゃねえか。この部屋やっぱり何か秘密があるぜ。謎解きな。なんだいこの水たまりは。立派な祭壇にしてはちっぽけな作りだけど、本当はここに何か置いてあったんじゃねえのか。あー、わかった。ここになんか玉みたいなのを置いて反射させて太陽をここに当てろってことだわ。そういうことだ。ってことはなんかあそこに白いのがあるから、マップ上にあれを拾ってこいってことだな。チェスト、なんだ。己面用な妖怪め、どこから入り込みおった。妖怪、なんだろう。うぬぬ、鍛錬場に殴り込みとはいい度胸だ。我が新奥義の餌食にしてくれよ。ちょっとおっさん、あれはただの寝ぼけてるクマじゃ。問答無用、我が剣はすでにたぎっておるわ。では参る。スタノオ流四字の陰芸。さあ。ノー。オー。インハスタノオ流。滅真空カッパ山。いいのこれ。愚かな妖怪め、思い知ったか。我が新奥義の前にもろくも崩れ去りよったわ。5本。うん、まあ妖怪よ、ここで安らかに眠るがいい。剣士スタノオ、罪を憎んで妖怪憎まず、次なる妖怪退治が我を待っておるわ。この
この玉ころ、中に葉っぱが詰まってるぜ。豊作祈願か何か祭礼用の宝玉か。そういえばあの壁画にも玉ころみたいなもんが書いてあったっけ。待て、じゃああのマップ上にあった白いのなんだ。ちょっと見に行ってみようか。これこれ鏡か。あ、セーブポイントか。あの玉がマップでいう白い玉がセーブポイントな。鏡ってことな。オッケーオッケー、今理解した。こいつまだぐっすり寝てやがら。それにしてもすげえいびきだ。スサノオのおっさんのいびきが可愛く思えてくら。切ってみるか。完全に熟睡してるぜ。こんなところで眠れるなんて大した肝っ玉だ。無駄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 。とりあえずこれ運べってことな。んでこれを水のところに置きます。なるほど、これは凝った思考だ。あの壁画に描かれていた玉はこれのことか。この玉に不思議な力があるってのは間違いなさそうだ。で、太陽を描く。てりー、謎解きって面白いね、やっぱり。こいつはもしかして才の目。でもやっぱり枯れちまってら。あれ、なんだか急にクラック。あ、甘子をまた星座だぜ、星座だぜ、星座だぜ。次はなんだ。ヘビ、違う、馬、サル。おお、我らが地母アマテラスオオカミ、もののけに疲れた封ぜられたる我が身を、おもとの通力にて救い賜り、まことに恐れ多く候。いざこの花神全霊を尽くして、おもとの旅路に花香を捧げ立てまつらん。かしこみかしこみ。今のは草花を操る花神の一人、咲き花の神だ。咲き花、咲くっていう感じってチンとはまだ違う字なんかな。なんか似てるけど違うんかな。
聞いた話で花紙が司る筆紙、筆技大川、枯れ木に丸を描くだけでたちまち花を咲かせたって言うけど、ってことはもしかしてこの枯れた菜の実にも花を咲かせることができるのか。あーやっぱ丸じゃん。花っていう感じでもないし点でもないし、やっぱ丸じゃん。丸。よーし。あっという間に草木が生え揃った。昨夜の姉ちゃんの言う通り、才の命の力で見事元通りだ。これが花咲谷の本当の姿。姉ちゃんの分身才の命が妖怪の呪いを払ってくれたんだな。でもいくら今じゃ神様の力が弱ってると言ったって、こんなに立派な才の命さえ抑え込むなんてよっぽどの妖力だぜ。たとえお前があの知らぬいの生まれ変わりでも、ひょっとしたら叶わないようなすげえやつが相手かもしれねえな。そうだ天子、外ののっぱらで枯れてた才の目、今のお前なら蘇らせることができるんじゃないか。才の目の力が元に戻れば、あのたたり場の呪いだってお祓いできるかもしれないぜ。くよくよ考えるより、まずはできることからコツコツとってな。で、あの外のやつな、次は。そもそもな、最初の…おっと待て、いきなりか。最初のな、チュートリアルが長すぎた。これなら3人全員入るでしょう。ちょっと待て。おー、まっすぐに線を引きづらいな、すごく。こいつ、あーくっそダメージ受けた俺。わー無傷で行きたかったな。わー猪獅子。餌をやる。イノシシって何が好きなの？お魚？草？お肉？なんだろうイノシシって。お魚あげてみよう。興味がないです。あ、豆。あ、豆食べてる。めっちゃ食べとる。パクつきよるが。やーべー、めっちゃ餌買ってこう。もっとこう。幸せあ、ブイブイイオル、ブヒイオルが
でだよ、最初のところへ戻れってことな。これでしつこいこっぱ妖怪がまだ嫌がるぜ。そうだ天子、木の実を打ち返して奴にぶつけたら目回して伸びてる間に大花の力で上…ああそういうことな、飛ばしてこの時にこうな。おお、これはこれは、汚いお地蔵さんだな。でもそれが人間を見守り続けた歴史の証だ。お、あの子ちょっと待った、せっかく花咲谷が綺麗になったってのにこのしけたしばちはなんだ。これっぽっちのしばち、桜花の力で塗りつぶしちまおうぜ。何、適当に筆で塗りつぶせば桜花の力が何とかしてくれる。違うんか、やっぱこうか。適当に筆で塗りつぶす。桜花で塗りつぶす。こうか。え、違う、やっぱこうか。場所が悪いんかな。よし、絵巻桜花の極意なんだろう。桜花の極意、桜花の力を持って大地に点を描き穴をうがつとき、その点たちまち種子となりて樹木と育ち、悪しき者をそのみなぎる生命力で払い、揚力をも阻む障壁を生み出すじゃろう。ガード技か。あ、これはチュートリアルな。ここはで、桜花の極意、こんなところにもこの巻物が隠れてやがった。アマコ、この巻物は天灯絵巻物といって、大昔の絵師が書き残した全国暗夜の記録さ。本物の絵師の新作なら相当な貴重品だけど、まがい物がどこにでも転がってるから値打ちの方は期待できねえや。ともかくアマコ、こいつが読みたくなったら、メニューで道中奥義を開き、いつでも確認できるぜ。説教くせえことが書いてあるかもしれないが、少しでも旅の役に立ちゃ儲けもんだ。これな、これガード技ってことな。この木が、これな、1個なら花で、2個なら、木が生えるってことか。把握。おお、経験、あ、マルさんの生命力上げるか。どれがいいんだろう。とりあえず上げとくか。ダブルクリックな、ダブルクリックでガード技な。あ、こいつ殴ってきやがった。だいぶ操作に慣れてきたよ。これも花が咲くんじゃないの。
ほら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 、黒いやつもそうだ、全部咲かせていけ。ちょっとずつ慣れてきたよ。意外とこういう普通の木とかどうだろう、ないか。もうないよな、黒いやつは。この地蔵に止まりたがるな。地蔵切ってみるか。あ、そうなるんだ。そういう風になるんだ、地蔵。これで全部咲いたでしょう。まだあるか。わあ、やっぱ戦闘か。シールド貼っとこう、シールド。シールドが一瞬っていうのかな。うわー、こいつ走っくな。お、猿がおるか。魚あげてみるか。あ、猿魚食べる。とりあえずもう一個外にあった木を復活させて、町に、町っていうか村に戻ったら今日は終わりかな。とりあえず またゆっくり狼しながらちょっとドラクエを続けていこうか。じゃあこれと2本。ドラクエももうクリアしなきゃダメでしょ、いい加減。これで全部咲いたでしょ、もう。まだか、まだあるか。
穴掘りの極意。三角で穴を掘る。これは単純なようで奥深い。何もない地面でも闇夜とともに淡い光を灯すことがある。そこを三角で掘ると土に埋まりし秘宝がその姿を現す。うん。緑燃えし大地には淡い緑色の光が浮かび上がっている場所がある。そこを三角で掘るとしおれた四つ葉がその姿を現す。筆調べによってその四つ葉が再び緑を取り戻すとき、四つ葉はあふれんばかりの幸を持ってその心入れに応えてくれるじゃろう。これはちょっと難しいよ。色、緑色か。お、これでさ、なんか洞窟なんか出たよ、アイテムが。取りに行こう。違う、こっちじゃないな、こっちか。あれか、これだ。太陽のかけら。3つ揃えたら、体力が1つ増える。これだけ頑張って花咲かせてやっと3分の1か。まあいいや、とりあえずあのサイの目行こう。花を咲かせに行こう。さて、新しい筆技も手に入れたし、やることは一つだ。とその前に、アマコ、お前喜び遺んで走り回ってるうちに大事な用事は忘れそうだから、一つ物覚えの秘訣を教えておいてやるぜ。いいか、もしも次に何をするのか忘れちまった時には、まずメニュー画面で道中奥義を開いたら、その中の虎の巻を覗いて、そこにある伝聞録を探る。そうだアマコ、外ののっぱらで枯れた才の目、今のお前なら蘇らせることができるんじゃねえか。伝聞録ってのはお前の頭の中にある会話の記憶さ。人から聞いた大事な話ってのは頭のどこかに覚えているもんよ。そんな会話の記憶をああやってほじくり返せば、きっと大抵のことは思い出せるはずだ。この秘訣を身につければ怖いものなんか何もねえや。まずはできることからコツコツと。さあ前に進もうぜ。おいおい、いつの間にか川の水がきれいになってるのは気のせいか。少し前にスサノオがえらい勢いで飛び出していったが、まさかスサノオが川の水をきれいに、そんなわけないよな。とりあえずこの木な、この木を元に戻せば、この木を戻せばこれで、
これで終わりか、今日は。おお、経験値結構増えたな、105。あれだけのたたり場をすっかり消し去っちまった。草木や動物だし、野に吹く風の氷も元通り。まさに神おろし中の神おろし、狼おろしの品格だ。大自然を味方にする狼様だ。こうして呪いを払っていけば、きっとみんながお前に力を運んでくれるぜ。おいおい、あれは昨夜の姉ちゃんのご神木じゃねえか。姉ちゃん、才の目が蘇ってから少しは元気になったかよ。まあ姉ちゃんのところへはまた後で顔出してみるか。それより今はせっかく草花が元に戻ったんだ。一応この信州平原を走り回ってみちゃどうだい。お前も大昔に死んじまってずいぶん長い間で眠りこけてたんだろ。知ったあの山を駆け巡らねえと体がなまるってもんだ。あーでもいいね、霧がいいね。お、戦からの逃走。戦闘からの逃げ方。妖怪の怨念が具現化し、一枚の絵巻となったという怪異百鬼絵巻。この絵巻に触れるとたちまち四方悪しき熱海に阻まれ、妖怪たちの猛攻を受けることになるじゃろう。その戦いは苛烈を極めるゆえ、戦いを避けるのもまた英断じゃ。妖怪のなす結界にわずかなひびを見つけたならば、そこに打ち破って逃げることもまた標本なり。すっかりこの才の目も元の姿によみがえったな。ここら一帯を覆ってた二人はもきれいさっぱりなくなったし、これからもこの地の自然を見守ってくれることだろうよ。あーでもキリがいいね。ここで終わる。終わり、とりあえず。幼少年その辺で綺麗なつぶやさらなんかを見つけたら、そのまま放っておかないで私のところに持ってきてくれないか。価値のある骨董品だったらちょっとお小遣いがあるから。骨董品？そういやそんなものを拾ったっけな。まあ確かにつぼだのさらだのはお前が持ってても役に立たねえから、とっとと売っ払って金に変えちまおう。せっかく集めたものを手放すのは惜しいって気持ちもわかるが、集めた骨董品の目録はちゃんと道中奥義の中に残るから心配すんな。こういうの収集癖の人にはいいね。なんか一個ずつ残しちゃう派だから俺。全部売ってもいいやみたいな。さっきからブツブツとどうかしたの？もしかして早速拾い物を譲ってくれるのかい？拾ってねえじゃん。全然拾ってねえじゃん。ちょっと豆と、あ、全部買っとこう。これよし、ちょっとこれで一旦村に戻ってセーブして今日は終わろう。わー、戻らなくていい、ここでできるわ。次回はこっから。何するんだ。昨夜の御神木へ行くかな、次は。とりあえずあの丸があるところ 1,2,3,4,5 箇所次回から回ってみよう。あれ、これメニュー戻れないの？戻れないタイプ。ん？あれどうすんだ？
メニュー画面ってどうやって出すんだっけ、オプション画面。これ本当にオプション画面が開けない。オプションというか設定画面というか、ちょっとそこだけやっとかないと全然わかんないよ。これどうするの。分かった分かった。これ右オプション画面を開く右ボタンで、右側のなんて説明すればいいんだろうな、ここのプレステ4のコントローラーって、こうこっちな。オッケーオッケー、よし、じゃあとりあえずここで終わります。じゃあ終わろう。お疲れ様でした。次回はまた続き5箇所回っていこう。とりあえずお疲れ様でした。なかなかって、久しぶりにやるとちょっと面白いな。狼、お疲れ様でした。また後日。